はい、野沢岩でございます。ではファイナルファンタジー16引き続きやっていきましょう。前回オーディンを打ち取ってメインストーリーを進めていこうと思ったんですが、ちょっとリスキーモブがね結構いっぱい出てきてるんで、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと S ランクはな、 S ランクが4体、A ランク、A ランク、A ランク、あ、全部 A ランクだ。ゴバームーク、ウォールウードのエイストラですか。どうやっていきましょうか。ウォールウードのエイストラってどこだ。あ、ここ？あれ？あら？ここにねゴブリンがいるらしいんですけどね。え、どこにいるんだ？ここ道だもんね。違うな。何これ、余韻で売れた。ちょっと待った。あんま細かいと書いてないな、やっぱり。こっちかな。この奥かな、もしかして。
やっぱいた。はい、正解。燃えろ燃えろ。あんまり強くないな。あらあら、オーディンあんま強くなかったな。まあ参ろう。
遅い。そこか。さあ、いや、ふん。しちゃった。原始の角笛。お前の旅は終わりだ。強かったこの人。この人ってこのゴブリン。こんなとこにさ。違う。行く道か。ちょっと一回戻ってと。帰ってきたと思ったら。バイグル、ウォールウドのクリッテンホロー。クリッテンホロー、ウォールウドのクリッテンホロー。どこ？これまだなのかな。よし、じゃあもうメインストーリー進めよう。
これも大したもんないかな。ここから進めそうだ。でもそこに早速あれはあれなんて様だ。アカシアオークと来て今度は何だ。おい何があったんだ。アカシアになった仲間に襲われてこのザマさん。それだけじゃない。オーク族のやつらウォルド軍の傘下にいたはずなのに、まるで誰かに操られてるみてえに急に手のひらを返しやがって。まさかオーク族もアルテマに。仲間はみんな死んだ。俺たちの王も消えた。ウォルードはもうおしまいさ。俺は王のために国に尽くしてきたんだ。なのにあの方は俺たちを捨てた。畜生め。何が王だ、何が神だ。くだらねえ。あんたベアラーだよな。この状況で生きてるってことはそうなんだろう。情けをかけると思って俺の願いを聞いてくれないか。この指輪を場所に埋めてほしい。うん、いいよ、合ってんだ。分かった、なんとかしよう。よかった、ありがとうよ。城壁を越えて王都へ向かう道中にカエラスの森ってところがある。そこに死んだ親父とお袋の墓が、二人の指輪も眠ってるんだ。その墓に俺の指輪を埋めてくれ。せめて最後は家族と一緒に。言ったか。巨大な城壁だ。これがストーンヒル関門。王都はここを越えた先だ。突破するぞ、ジョシュア。ああ、兄さん。慎重。Two!
関門の守備隊か。押し通るぞ。見事なものだね。これあんま強くない。派手は派手でいいけどね。まだいるよ。くそ、まだ出てくるのか。まだいるの。それほど敵の本拠地も近いということだ。ジョシュア、気を引き締めろ。まだいる、まだいるやん。マジマジ。
遅い。そこか。え、どこ行った？そこか。聞いてる？聞いてる？あれ？どこ行った？どこ行った？やけに強かったんですけど。ようやく終わった。こやつ少し休むか。大丈夫、先に進もう。何もない。見えてきたよ。ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。とこれはちょっと行くまでが結構な道のりかもしれないですね。
わ、見事なくらいに何もない。あった。こんだけ探してこれだけ。この辺りにも死体がないな。灰の大陸に来てから死体を見たのはわずかだ。アカシアになって灰に化したということか。よし、じゃあね、今回これ一回終了したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。野沢洋でした。